女性の支持も厚い女優として活躍する萬田久子さん。長年事実婚状態だったお相手とは結婚できないままでした。事実婚になったのにはまさかの条件があったようです。一体何があったのでしょうか。今回は萬田さんの内縁の夫や息子との関係についてまとめましたので紹介します。萬田久子さんのプロフィール。本名、萬田久子。生年月日、1958年4月13日。出身地、大阪府大阪市。身長、167センチ。血液型、B 型。学歴、手塚山大学短期大学部。所属事務所、オフィス萬田。経歴。萬田久子さんは高校時代はフライトアテンダントか美容部員になりたいと思っていました。高校3年生の時にフライトアテンダント志望で全日空の入社試験を受けますが、英語が苦手だったためか不合格になってしまいます。高校時代は身長165センチで体重67キロあったそうで、1年間キャベツを食べるダイエットをした結果、22キロ減量。短大在学中の1978年、19歳の時にミス・ユニバース日本代表に選出され、世界大会に出場しました。その後、芸能界デビューして、1980年に NHK のドラマ、なっちゃんの写真館で女優デビューを果たすと、その後はドラマ、刑事物語85、太陽に吠えろ、必殺仕事人5などに出演し、現在も女優として活躍しています。事実婚の理由は、萬田さんは有名アパレルメーカー代表取締役社長と長年事実婚関係にありました。1986年、萬田さんが28歳の時に知り合い、遊びも仕事も全力投球なところに惹かれたそうです。男性も萬田さんの簡単には振り回されないという芯の強いところに惹かれ、交際が始まりました。しかしその恋は相手に妻子がいる不倫でした。その恋愛は冷めることなく、1987年、萬田さんが29歳の時に未婚の母として息子を出産しています。妊娠当時、女優の夏目雅子さんが白血病で亡くなった頃で、萬田さんは同年代なのに夏目さんと比べて代表作が何もないと女優としての自分の未来に不安を感じていたタイミングでした。そして芸能界から逃げたいと去る決意もしてアメリカに渡って出産。その後男性は妻と離婚しましたが、離婚の条件は萬田さんと入籍しないということでした。結果、萬田さんと内縁の夫は籍を入れることはなく、家族3人で暮らし、事実婚関係を続けました。出産会見では結婚について聞かれ、望まない女性はいないでしょうと答え、望んで未婚の母親になったわけじゃないけど、誇りを持って生きていると語っていました。後に萬田さんは、籍を入れていたら別れていた。いつでも別れられるという自由な関係が逆に良かったのかもしれませんと振り返っています。萬田さんは内縁の夫と前妻との間の子供たちとも良い関係を築いているそうです。その後も二人の関係は続き、2011年、スキルス性胃がんで内縁の夫が亡くなるまで事実婚関係は続きました。しかし内縁の夫には萬田さんの他にも会社の部下に愛人がいて、その愛人との間にも当時2歳の娘がいました。その事実を闘病中に自ら萬田さんに打ち明けたそうです。60歳で内縁の夫が亡くなると萬田さんは喪主を務め、映画のワンシーンであってほしいと思う自分がいますと沈痛な思いを語りました。夫の遺産の行方が。内縁の夫が社長をしていた会社、リンクセオリーホールディングスは、親会社がユニクロを傘下に持つ、ファーストリテイリングで、福岡ソフトバンクホークスに移動用スーツを提供するなど、大手アパレルメーカーでした。
2011年にはリンクセオリー社の株式の公開買い付けを行い、内縁の夫は筆頭株主として約70億円を手に入れたという噂も上がっているほどの資産家でした。そんな夫は200億円という莫大な遺産を残して亡くなったと言われています。しかし内縁の妻で入籍していない万田さんには相続権はなく、25年連れ添ったといえども遺産を受け取れませんでした。万田さん本人も1円ももらいたくないと相続を希望していませんでした。万田さんは遺産について、結婚していなかったので私には全く関係ない、子供たちには残したでしょうけどもいちいち聞くのもあれなんでと話していました。結果遺産はすべて5人の子供たちが相続したといいます。離婚した妻との間には3人の子供がいたため、娘2人には200分の39ずつ、息子には200分の29、万田さんの息子には200分の33、愛人の娘には200分の60とそれぞれ相続しました。愛人の娘の割合が多いですが、生前、愛人と娘が生活に困らないように、1億6000万円のマンションを購入していることからも、特に可愛がられていたのかもしれません。万田さんは、報道陣から遺言はあるかと聞かれると、捨てろと言われたラブレター1通とメールは残っている。闘病中のもので、メールの内容がどんどん弱くなっていった。人間ってこんなに弱くなっていくんだなって。もっと優しくしてあげればよかったと、後悔の思いをにじませていました。また、生前、夫からプレゼントされた着物から、節分に巻いた豆が2粒出てきたというエピソードを披露し、当時を思い出しながら豆を食べたところ、しけっていたと笑わせていました。2022年には、ドラマ、元彼の遺言状で、遺産をめぐって争う一族役で出演し、遺産と遺産、どちらも肩だと苦しいと経験を感じさせるようなコメントをしています。息子と絶縁してしまい、かつて万田さんは一人息子との確執が伝えられていました。息子の交際相手をめぐって確執が生まれたようです。万田さんの息子は大学進学後、8歳年上の元アイドルと交際していましたが、年上という理由で万田さんは交際に大反対していました。息子は大学卒業の翌年、ゴルフスクールのインストラクターをしながらプロゴルファーを目指していましたが、そんな中、彼女の妊娠が判明します。息子は結婚しようと万田さんへ報告に行ったのですが、万田さんは厳しい言葉を息子に浴びせ反対したのでした。相手に対しても財産狙いではというようなことまで言ってしまったそうです。それ以来、親子の間に溝ができてしまい、絶縁状態となり、息子夫婦も母親への意地なのか、マンションは妻が購入し、相続した遺産を使うこともしなかったと言われています。2015年に息子夫婦が雑誌の直撃取材を受けた時には、万田さんのことをあの人と呼び、話すことはないとコメントしました。5年以上絶縁状態にあったと言われていますが、2018年、万田さんは息子とその妻、3人の孫と会っていると認めており、現在は円満な関係に落ち着いたようです。和解した理由は明確にはなっていませんが、息子や孫と過ごす時間ができてよかったですね。現在は、2011年に内縁の夫を亡くした後、万田さんは都内の高級マンションで一人住まいをしていて、子供たちと呼ぶトイプードル3匹と共に暮らしています。次の恋愛について、すぐにボーイフレンドができるかと思っていたけど、なかなか出てこない、難しいと苦笑いしていました。現在も女優として活躍する万田久子さん。息子さんたちとの絶縁関係が解けてよかったですね。これからもかっこよく活躍し続けてほしいです。
あなたはどう思いましたでしょうか。これからも息子さんたちと仲良く過ごしてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。